おはようございます。元木工作海空研究所朝礼やっていきましょう。中島明さん、おはようございます。森本あかねさん、おはようございます。砂塚森田さん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。大変そうですね。すごいいいことなんでしょうけど、団体指導とかいっぱいやってるのかな。だいぶ体にきてそうですが、ケアしっかりしてくださいね。はい、そうそう、ちょっとねエラーもあって対処しておきますね。はい、清水信之さん、おはようございます。寺石由香さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。友人さん、昨日ね、なんていうんですか、周平トークをチャレンジされてましたけど、あかねさん、おはようございます。友人さん、俺それでいいと思いましたよ、どっちかっていうと。そうですね、まあ準備された回もなんですかね、中身が濃いので僕はすごく聞きたい中身ではあるなとは思いましたけど、喋り自体としては何喋るか決めてなくて、何しゃ話そうかあんまりよく分かってないけどさ、もじもじだらだらっていう、周平スタイルね。あれってなんていうんですかね、やっぱり友人 100% になるんですよ。なんていうのか、作られてない感じがさ、うまくないければうまくないほど、実際会ってもこういう感じで話せそうだなっていうのが伝わることの方が僕は安心感があるかなと思ってて、獣医さんってさ、まあ、いろんな側面あると思うんですけど、飼い主さんに対して、まあ、正しい知識もあり、正しい対処の提示も必要だし、と同時にやっぱり動物と飼い主両方に対して安心感を与えてる人だと思うんですよね。それは知識のバックボーンがあった上でですけど、で実績もあった上で、まあ、この人に相談して、なんかいろいろやってもらえれば安心だなっていう感じで、そこがね最後のパッケージとしてめちゃくちゃ重要な要素のような気がしてて、まあ実績すごい、腕もオペの腕もすごい、めちゃくちゃこう全ての理論とか知識を理解しててすんげー怖い人だったら安心できないっていうね。いやまあどうなんでしょうか、まあ本当にね困った時にそういう、ドクターにもうなんとかしてくださいっていう場面はあるかもしれないけど、普段の、まあ、ちょっと調子悪いんですで、この状態を良くしてあげてほしいですっていう、まあ町医者であったり町獣医さんであったりっていう場合ね、やっぱりその安心させてあげるお人柄ってこれバカにならないところかなと思うんですよね。それはでもなんていうか、もじもじだらだらの周平スタイルだと、まあ、話す中身を決めてないっていうね、で何話そうかなって思いながら喋ってるとさ、まあ本当にその素の部分が出てくるっていうか、でまあ本当 100% 隠さずになった状態でこういうことを喋る人なんだっていうところまで見せる人って普通そういないからね。でもそれがあそこで聞けるっていうのは、まあ獣医さんとしてはなんだろうな、そんな獣医さんいないし普通ね。何らかね
患者さん相手にしたらあのいろいろ考えて、言葉も選んで話されていると思うんだよ。でそれも分かってるよね、来てる方もさ。とはいえ本当に優しい人なんだなみたいなところをどっかで感じてると思うんだよね。でそれはああいうなんかそのノープランのさ、何もポジション取ってないというか、あのテーマも決めてませんっていう、まあ隙だらけと言いますか。まあ周平さんはそれにさらにお酒が加わるんで、隙だらけ以上もうなんていうかそこまで見たくていいんじゃないっていう状態ですけど、まあなんかそうユージンさんの隙を見せた感じっていうのは、まあある意味俺はすごくプラスになるんじゃないかなと思いましたね。なんか聞いてみて昨日ね、あのすげえ良かったっすね。うん、そのまあだからその役に立つ情報を仕入れに来てる人にとっては、なんだろうな、あのいつもみたいに獣医さんってこういうことをこういう考えで、こういう活動に取り組まれているんだとか、例えばその猫のお話で、餌をやるやらない問題とか社会問題に対してこう考えてるとか、あれってその直接獣医さんのとしての立場からそのテーマを決めてちゃんと話していただいた方が、僕らも知らなかったことだから知れて終わったっていう情報に意味があるところもありますよね。なんですけどそうじゃない回もあっていいじゃないっていうね。昨日のは俺はそうすごく好きですね。もじもじトーク流行ればいいのにと思ってます。すごく気に入ってるんです。僕もともとその周平さんにもじもじだらだら喋れば周平さんのキャラに合うんじゃないかと言ったのは、あのモデルがいまして、まあ、ボイシーっていうね、あのもうちょっとパーソナリティちゃんとこう選出して審査があって、まあハイクオリティパーソナリティが配信してる音声配信のアプリあるんですけど、僕そこでキングコングの西野明を聞いて、YouTube 講演家の鴨頭義人さん聞いて、でその後にですね、あの吉原光雄さんっていうあのミュージカル俳優さんで、あの、まあ、ライオンキングとかさ、ああいうのを、まあ、かなりいかつい感じの、 あの見た目がね、でまあ、だからそういういかつい役が多いんだけど、その人の喋りが周平スタイルなんですよ。お酒を飲んでもなお消えない自我を、なんかあれなんつってたかな、自我が消えないみたいなことを言ってもじもじだらだらと喋るっていうスタイルを前面に出すっていうことで、まさにもう本当周平さんみたいな感じで、本当になんだろうな、ボイシーってさ結構そのハイクオリティな情報も詰まっててエンタメ性もあって、で、まあ、鴨頭さんみたいな人ってさ、まあ、代表格だと思うんですけど、もう話うまいで、エンタメ性もあってすごく笑っちゃう、でなおかつ情報もピキッとハマってるっていう、めちゃくちゃハイクオリティな番組多いんですよね。そういう中で吉原光雄さんのこう夜間飛行っていうタイトルも、あの夜間学校っていうところにちょっと僕かぶってていいなと思うんですけど、中村周平の夜間学校と吉原光雄の夜間飛行はもう僕の中では二大巨頭で、あのスタイル俺これから流行ってほしいと思ってるっていうね。あのそうそういないんですよ、あの感じでさらっけ出す感っていうか、でもあっちの方がハードル低い割にニーズというのか、あの面白みというのか、なかなかあそこ出せないんですよね。もっと綺麗にまとめて分かりやすくじゃないと出しちゃいけない雰囲気がこう周りを固めてるから、その周りのすごい人たちがたくさんいるとさ、そっちにそっちをモデルにしてそっちを目指す人が増えるじゃないですか。そうすると必然的に相対的に
減るじゃないですか、生レアな生のものっていうか、もしもじだらだらとお酒の力を借りて消えない自我をそのままっていうだらだら喋ってるっていうのは僕めちゃくちゃ好きで、で周平さんはあの素でそのまんま一最初の回からそうなってたから、これはもう完璧にハマったなと思ってこれだから僕から言わせたら才能なんですよまあキャラっていうことかもしれないけど、やろうとしてできるものじゃなくて自然体がそうなんだからその方がいいっていうことですよね、うん、すげえいいなと、うん、まああとね善くんがさ昨日ママと20分走った時の放送してましたけど、まあ子供と20分間一緒に走れるママってどんだけいるんですかね。そう、僕も走る学校とかスプリントトレーニングとかやり始めた理由の一つなんですけど、俺口ばっかだなって自分で思った時があるんですよ。その、まあ、子供がなんかソフトボールだとかあーだこうだとかスポーツ始めるじゃないですか。で、まあお手伝いという名目上ね、練習についてったりいろいろあーだこうだするんですけど、で最初お手伝いのところでこう遠くから見てるだけなんだけど、だん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 こう中に入ってって、でそこそこなんていうか手厚めのお手伝いができるようになってくると体が動いてくるじゃないですか。でも大してできてないのに、大して動けてもいないんですけど、だんだんなんかこう痛くなっちゃって距離詰めすぎてですね、まあめちゃくちゃ多いパターンだと思うんですけど、こう多分に漏れずというか、もう口ばっかがあれじゃないかこうじゃないかな、そうじゃないかって、で結果その子供のやる気をなくさせるっていうね、まああまりできれば思い出したくない恥ずかしいです、黒歴史っていうか、うん、まあでもなんかこれ俺ほんと口ばっかりでまずいなと思った時に、その子供のスポーツクラブのチームがとあるロードレースの大会にチャレンジでみんなでしようってなって、でそれの大人部門もあるっていうから、じゃあ俺も10キロ走ろうって言って、当然そのもうなんか2、3キロでさすぐヘロヘロになっちゃうような状態から半年かけてちょっとずつこう5キロ走れるようになって、10キロ走りきれるようになって、でなおかつ60分以内に走りきれない人は失格になっちゃうから、今度はキロ5分台でちゃんと走らなきゃいけないみたいなさことをやりだしてであっちこっちバキバキになりながら、なんかそのこういうことを分からずにこのさやっても報われない期間が結構長くあったりとかさ、でも粛々やってたらちょっとずつ伸び始めるみたいなこうフェーズがいろいろあるんですけど、それを知らずにさこうやって走るんだとかやってやるんだとかこうやって動かすんだとかこうやって投げるんだとかさ口ばっかり言ってたなと思って、本当になんか死ぬほど死ぬかったですけどでも良かったですね。それを分かってないで言っちゃダメだなって改めて思いましたよね、うん、っていうね黒歴史があるんで、その20分走る息子にこうちゃんと一緒に並走できるっていうか一緒に走れる、どんだけ、なんですかこのリスペクトのさらに上ってなんて言うんですか、崇拝ですかわかんないけど赤根さんすげえなと思いましたね。
それを息子が音声配信でお母さんと20分一緒に走ったっていうことを話しててさ、事実を言ってるだけだと思うんですけど、それがどんだけすごいことかですよね。いや、なんかたまたまじゃ起こらないことだし、まあ善との向き合い方の距離感から、善の努力もそうだし、まあママの試行錯誤もあるんでしょうけど、まあそれいろいろ噛み合わなかったら、ああいうこ放送の中身にならないなっていうことを喋ってたなと思って、まあ話だけ聞いたら何気ない話だと思うんですけど、成立しないよあれっていう 普通、と思いましたね。なんかその善の言葉に対する感度といいますか、まあなんかその取り繕って上品っていうさ、子じゃないし、こうそのまま子供らしいというか、感情的にもなるし、喧嘩すれば罵り合いもするわけじゃないですか。だけどこれは言ってはいけないと思っているとか、まあその価値観ですよね、言わない方がいいと考えているとか、そんなことを振り返ってちゃんと話せるって、小学校4年生でね、したことあるメンバーいらっしゃいます？ どうですか？ 俺思い出してさ、そこに対する感動、善のレベルで考えたことある人、もしね、いらっしゃったら、ぜひコメントください。僕はもうちょっととてもじゃないけど、何歳ぐらいなんだろう、当然言われて嫌な気分になったとか、事実はありますよ。言ってしまって後悔したとか。だけど、それを言ったことに対して、後で振り返って、まあ自分の価値観と照らし合わせて、この言葉はここまではよし、ここから先は、まあこういうふうに人を傷つけるからとか、まあ言った側も言われた側もこういうふうに自分にとってダメージだから、言わない方がいい言葉だなとかっていう、それ振り返って喋るっていうのがね、とてつもなく高度なことやってんなと思いましたね。と同時に、思ったのはこう、まあ小競り合いじゃないですか。で、まあある子にある子が悪い言葉を言われて、まあ善の価値観での一線を越えた言葉を言って、それはどうなんだっていう話なんですけど、その言葉がその良くないっていう話と、一方で言われた側で傷ついたであろう側に対して味方だっていうポジションをはっきりとってるっていうのが、俺は結構すごいことだなと思ってて、やられてる側で、押し込まれてるわけですよ、まあ言ったらね。そっちに俺は味方だって表明するって結構難しくないですかっていうのが、ここ最近かなりいろんな場面で思うんですよね。これ最初に思ったのが、ワールドカップにドイツ対日本で、リュディガー選手と浅野選手が競った時に、まあ、リュディガー選手がちょっと一風変わったステップを踏んだように見えて、それが煽ってバカにしてるんじゃないかという問題に取り上げられたんだけど、まあ走る学校でスプリントを学んでる人はほぼ全員、スプリントで取るっていうふうに気づいて、まあ、昨日ね、和田校長の公式見解も出ましたけど、コメント欄めちゃくちゃ盛り上がってて、走る学校を知ってる人たちはもうほぼ全員分かってましたよね。すぐ思い出しましたって。だからその 世の中と真逆のコメント欄になってるんですけど スプリント思い出しました、やっぱりそうですよねっていう、コメント欄になってて、で一方ではその例えばヤフーの記事とかでは、リュディガー選手がおかしなステップを踏んで、
煽りだったんじゃないかとか、侮辱行為として取られかねないんじゃないかとか、まあ舌を出してたとかも あるんですかね。ユンジさん、おはようございます。それで、それの、まあその記事に対してそうだそうだっていうコメントがたくさんつくのはいいとして、まあその中にもあれ実はスプリントなんですよっていうコメントが一つ入ってたりするんですよ。もう 0.1% ぐらいですけど、まあ当然ね、陸上研究者からすれば見てすぐ分かるはずですよね。あれスプリントじゃないですか、あっちの方が早いんですよっていう、まあそのね、当たり前のことを多分当人としてはおっしゃってるつもりだと思うんですけど、そこに大量のバットマークがつくってね、そのことが起こってて、んでそのまだだったら返その絵に対する返信ももう大荒れで、なんていうのかな、まあそのリュディガー選手の味方をするっていうことで少数派になることはもう最初から分かってるわけですよ。だから味方であるってポジションを取るってすんげえ勇気いるよねっていう、まあ、そうなること分かってる、バットマークが大量につくことも分かってる、そうじゃないだろうと、あれはこれこれこうだろうっていう反論がわんさか来て、なんだったら嫌な思いするかもしれないですよねっていうのも分かった状態で味方のポジションを取るっていうことに結構なんていうの、勇気がいるよねっていう、結構じゃないよ、もう相当だよね。で、まあフラットになかなかね、熱くなってる話で、お互い熱くなってる時にフラットにこう対話するっていうのがいつもいつも成立するとは限らないから、別にそれは全然いいと思うんですけど、エンタメの話だしね、盛り上がることが大事でもあるから別に対立構造になっても全然いいと思うんですけど、劣勢の側に対して俺こっちの味方ですよって踏み込んで言う、表明して俺はこっちの味方だなって内心を持ってる人はたくさんいると思うんだよ。でも表明する人は少ないよね。めちゃくちゃ勇気いるから、その1人目が一番勇気いったはず でそれを乗り越えたのに、その2人目はそれよりも確か勇気いらないはずですよ。だけどそこがめっちゃむずいっていう、なかなかその味方が現れないんです。で、まあ、そこを善は超えてるわけですよね。なんかそのまあ本当些細な話ですよ、子供同士のね、喧嘩なのかいざこざなのか分かりませんけど、でも俺はこっちの味方だっていうスタンスを表明してるじゃないですか。あれめちゃくちゃこう大事なことだなと思いましたね。要するによほど自分のなんていうか、自分のことを自分の価値観とか分かってなかったらポジションをこっちだって決めれないし、内心決まってたとしても表明できないしっていう、2段ぐらいこう壁があると思うんだけど、でみんなこうサイレントマジョリティってよく言いますけど、押し黙っちゃうわけですよね。守ってあげたいのに、味方をしたら自分も叩かれるんじゃないかっていうところで恐れを感じるので、なかなかこう俺はこっちの味方ですって言えないっていうね、それをなんかお見事だなと思って、全はその言葉は一つに対して自分は今回考えるも見えてる上で、俺は言われた側のこっちに対して味方するよって言ってるわけですよ。で、まあだからそのね、言った側が良くないっていうことを、諌めることも一つの方法かもしれないけど、それ良くないぞと、その子に辞めさせるっていうのも一つの手段だと思うんだけど、なんかそっちばっかりにフォーカスしすぎかなっていうね、まあ例えばいじめだとか炎上だとか、まあいろいろあるときにその誹謗中傷とかさ、誹謗中傷良くないとかいじめは良くないとか、そっちをやめさせるっていう、方法というか、これ
問題をどうやったらこの人たちのいじめをやめさせたらいいんだろうか、なくせるんだろうかとか、誹謗中傷をなくさせるんだろうかとか、炎上が起こらないようにできるんだろうかとか、そっちにフォーカスいってる気がするんですけど、じゃなくて、攻撃された側の味方さえたくさんいることさえこう表示できれば弱まると思うんですけどね、僕はね、そのいじめ自体も誹謗中傷自体も、そのサイレントマジョリティがちゃんとその攻撃されてる側の俺こっちの味方ですって言って大量にこう壁を作ってあげればさ、あの相手もまあそのやめないかもしれないけど、少なくともやられてる側にとってはさ、あのそっちの方があの本当は怒ってほしいことなんじゃないかなっていうね。要するにこう多勢に無勢になっちゃって、理屈が通らない状態でこうアンコントロールになっちゃうので、そうするともう何を反論しようが、こう何を説明しようが、そのもう孤軍奮闘になっちゃうとさ、どういう事情があったとかいろいろあると思うんですけど、言われてる側は言われてる側で言い分があって、まあ、言ってる側の理屈がどうおかしいとか、言ってる側にどうやら誤解があるとか、とそれをこう一生懸命解こうとしてるんだと思うんですけど、そういうなんていうか揉め事っていうかあった時に、それ解けないと思うんですよねそのあれだけこうヒートアップして感情のエネルギーがこう増幅しちゃってる時に、そこ解けないから、まあ、まずはなんかその孤軍奮闘にさせないっていう味方を、そっち側も増やして、俺こっち側のスタンスを取る人が大量にいますっていう状況をまず作って、あのまあ戦う必要はないですけど、うん、一人だけ集中砲火っていう状態には体制としてならない状況に持ってくっていうのがまず先なのかなっていうね、うん、俺こっちの味方ですって、先に言う方がいじめをなくそうよりは、あのまず先に大事なのかなっていうことをねちょっと思ったりしましたよね、うん、まあだからそのまあ全員一人がさスーパーヒーローとして味方してくれたから助けてくれたっていうふうになってもいっちゃいいんだけど、多分そんなわけにはそうそういかないんですよ、毎回毎回いつでもね全が何人もいるわけじゃないからそのでそのなんていうのかな、まあお互いねその口悪くなっちゃうみたいなことぐらいだったらさ、あの大したことじゃないからよくあるわけじゃん。でそれをいちいち諌めるのも違うんだよ多分ねよく言ってるよ、その辺でそこら中でこうね汚い言葉は飛び交っちゃってるんだけど、でそれをなんか全部ダメとか潰す、その言っちゃダメみたいな感じで規制かけていくよりも、あの言われた側が傷つかないようにそっちの味方を増やすっていう、うん、まあ周りの意識ですよねそれってね、うん、そういうのを見かけた時に、うん、攻撃してる側に攻撃するなと呼びかけるのはそれはなんだろうな、もうそればっかり見てる気がするんですけど、そっちじゃねえような気がちょっと僕はしましたね、うん、俺こっちの味方だからあんまりそれ以上来ない方がいいよ、その辺にしとけばいいよっていう状態を、まあ結果的に見せる、口で言わなくても、うん、俺はこっちの味方、こっちの味方でも反撃はしないっていうぐらいが一番なんだろうな、あの対立激化をせずに収まるんじゃないかと。だけどその攻撃がもうしちゃってるのはついこう振り上げた拳をどこに収めていいか分かんなくなっちゃってる側に対して、それするなって言ってこう、あのそれも別にもう一つの攻撃になっちゃうわけだから、向こう言われた側、注意された側からすればさ、
うわまたなんか変な敵来たぞってなっちゃって、さらにこう攻撃力を高めようとしちゃうっていう、でさらにこうなんか炎上が炎そのねえまあ炎上が炎上を呼んで、そのなんですか、炎のミルフィーユじゃないですけどバーニングオブバーニングみたいな感じでさ、もうますます対立に対立がこう重なってさ、あのお前が最初そういう言い方をするのが良くないんだろうってこう、その収める方もヒートアップしちゃったりとかして、そっちじゃないとあの戦い増やしに来たはずじゃなくて、言われてる側を守りに来たはずだから、あの一つなんかそういえばなんか目線がそっちにばっかり行っちゃってたけど、僕はそのやられてる側に、たくさんの人を集めて、この人には味方がたくさんいるっていう状況を見せるだけでいいのかなってこと思ったりしましたっていうねでも味方になる勇気はすごい、なんか僕の中で最近ちょっとあの大事なテーマかもしれないですね。オンラインサロンをやってる理由かもしれないですね。もう最低でもこの8人は俺たちお互い絶対味方っていう、うん、それだけでどんだけこうパワフルかっていうのが、そのそれぞれさ発信するとき怖いじゃないですか。でなんか間違ったこと言うかもしれないし、なんだったらひょっとしたらこういうふうに誤解されちゃうんじゃないかとか、いろんな恐れがあるから発信に対してこうブレーキがかかると思うんですけど、まあ間違っても間違いのない発信する人なんていないから、あのそれも全部含めてこうフラットに見てくれる絶対的な味方が8人確保されてますっていうのが、あの今のところね、この研究者の存在意義かなっていう気はしますね何どんだけもじもじ喋ろうとも、清水さんがこう来てね、受け取ってくれて組んでくれてとかさあのどんだけこううまく伝えられたか、ふわっとしてるなと思ってもじもじ喋っても、まあゆかさんがそれをきっかけにあのハイクオリティなブログに仕上げてくださったりとか砂塚さんがこう真反対の角度からの視点でこんなこと思ってる人もいるかもねっていうでもそれあれ力が抜ける、ね、角度っていうのが存在するっていうのが分かりますよね。ああやってこう見る角度変えるとねとかね、なんかそういうのがあのまあアットホームで家族感が出たらいいなとは思ってましたけど、まあそれをもう一段掘り下げると、あの味方になる勇気がお互いね、その勇気が必要なくちゃんと味方になれるっていうのが確保されてるっていうか、そういうことがね今後またね、あの新しいメンバーもし入ってきたら、そういう人に対しても絶対味方ですよ感を一人一人作っていけたらねいいかなと思ったりしました。ということで今日は皆さんどなたと笑いますでしょうか。ということで今日も一日良き一日をお過ごしください。じゃあね、ゆうじさんありがとう。